ら即チャージの部屋。どうも、ジョハルとトモチです。というわけで今回は英語禁止の部屋第2回目でございます。はい、まあ、前回は昼飯を食いながらね英語を言ったら即ピアスというものをやったんですけど、はい、今回は即チャージでございます。チャージ、はい、英語言えば言うほど体内にエネルギーが入ってくるというね。いいじゃん、ちょっといいじゃん、いい動画ですよ。5回チャージしたら負けとかにしますか。あー、そうですね、そうですね。というわけで今回は英語言ったら即チャージの部屋です。やっていきましょう。はい、開始。おお、用意とかもなく開始したわ。ちなみにこれが活力、活力、そうね。でこれがさまざまな栄養素。おお、これもさまざまな、じゃあ違う、これはさまざまな鉄分。おお、いいね、すごいです。何が欲しいかやっぱ、まあ、英語言った人が飲めます。そうだね。じゃあなんかトークテーマお願いします。トークテーマ、はい。え、あ、おお、マジで気づかなかった。1、2？ 俺トークテーマ、いや、まあ1でいいんじゃない。1でいい。ちょっとまあ俺がいつも飲んでる即だから即ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 10秒チャージならず。絞り取るね。あー、最後抜いてき。わあ、めっちゃ出た。めちゃめちゃ飛んだし、ここ角度が首元に来たよ、ゼリーが。めちゃめちゃめちゃめっちゃごめん。まあまあまあ、あああああレンズめっちゃ汚れてるやん。いくよ、スタート。うわぁ、いやー、トークテーマが欲しい。やばい、エネルギー注入したい人じゃん。お前そろそろ話題って言おうやん。おー、2回目チャレンジ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おー、いやダメじゃね。ちゃんと閉めてね。よし、いくぞ。トークテーマ、あぶねー、うん、次の話題ちょうだい。はい、俺これ部活の時よく飲んでたから。トークテーマ、部活。なるほど。部活歴、僕部活、中学は玉蹴ってました、高校は羽打ってました。うわー、いった。俺中学は庭で玉打ってました。あー、で高校は帰ってました。小学校の時は玉蹴ってて、うん、中学校の時は陸を走っていて、高校の時は歌を歌ってました。あー、でもどの部活も飲むじゃん、絶対。定休部誰も飲んでなかった。なんで玉蹴る部活全員飲んでた。逆に陸上部は、陸上は、いや、飲んでないんじゃん。陸上こそでもありそうじゃない、うん、飲みそうイメージ。そう。おお、え、なんつった、イメージ。あー、よいしょ、アウト。5、4、3、2、1。高速で、高速で一瞬でいって。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おおそう、おおそう、キーも飲め終わりました。スタート。ちなみにこれ、うん、おにぎり1個分のエネルギーが、マジ、たまける部活に1人はウィーダー4つぐらい持ってくるやついない？いる。だ、俺え、大丈夫なの？ウィーダーダメ？ウィードアウト。ウィーダーダメか。いや、しかもこれウィーダーじゃないしな、もうインゼリーだし。ウィーダーじゃないの今って。インゼリー。5、4、3、2、1。マジ遅っ。マジで遅っ。口がもうなんかも優しい。スタート。はい、ぬるっとスタートするんだよな。え、弱っ。お、鉄分、鉄分チャージ。
スタート。よし。おい。もう俺、3本注入してんだよ。今日から3日食事しなくても、最悪生きていける。いや、無理だ。でも、いい感じに取れてるから。エネルギー。今日やばい俺。何今の。なんで？なんで？何今の。気抜けてんじゃん。なんで？なんで？インゼリーだから気抜けてんだって。どういうこと？ねえもうお腹いっぱいなんだけど。マジでいらない。十。一。ゼロ。おお。空になった。ほぼ。おお。エネルギーの過剰摂取。スタート。え中学生からちょっとこれは見たら憧れるというか、まあね、大人だなって思う、これ飲んでるの。確かに。そう、中学生はなんか大人な成分見るとね、干しちゃうから、それを中学生の頃、ちょっとこれに憧れていましたエピソード。ええー、いやー、中学か。中学憧れね。俺は思い出してしまった。何ですか何ですか。いやもうマスルーしたんで。ん、判定員が。いやーあぶねー。エピソードって言ってたから。あぶねー。俺なんか一瞬こうやってやって、あぶねー。まあまあまあ、負け負け負けとるやん。5 10 9 8 早っ早っ4うわあ早い。何その速さ。6秒チャージやん。マジ？すごい。始め。いや中学生な。いつでもいいよ。意外と出ない。溢れてるよ。憧れエピソード。憧れ？ん？ん？エピソード。言ってない言ってない言ってない。言ってない。うん。言ってないよ。言ってよ。わかんない。言ってないよ。でもなんか聞こえた、まあ、聞こえた気がした。言ったよ。言ったよね。さっきの記憶がこびりついてるだけで、レイがえって言ったから、お前らももしかしたらって思ってるだけだよ。え、これどうなの。いや言ったよな。え、今のはじゃない。いいじゃん。そのそうそうそう。終わった。一個来た。長財布。あー、その時期に初めて長財布買ったわ。確かに。あの洋服系の通販、うん、ゾゾタ。そう、ガチ中学で。うん、やば。そこに関連するけど、うん、服のなんて言うんだろうな、服を出す店、その服にもさ、うん、階級があるじゃん。階級。 T シャツにしても、うん、おーめっちゃ言うやん。うわー、チャージタイム。スタート。10 9。嬉しそうなの。動物や。うん、早っ。6秒で行くんや、こいつ。しかも早い。スタート。俺見つけました。お、こういう音楽聴くやつ。俺あれのめっちゃいいやつ欲しかった。あー、音楽ちょっと聴くようになって、うんうんうん、全然安いイヤホン、まあ今も安い。あもういいって。よいよいよいよ、もうよいよいよ、俺のストーリー話させてくれよ。スタート。7。すごいじゃん。マジで遅い。再開。ここで溜まっちゃうんだよね。で、溜まっちゃうと飲めないじゃん、一気に。え、そう。口の中にパンパンにし、溜まったら2秒待たないと飲めないの俺。マジで本当に。そうなんだよね。本当の音楽好きは別に部屋で聴くじゃん、ちゃんとした機材で。俺その時ね、ちょっといいヘッドホン買ったのよ。ああ、もうエピソード話したくなっちゃうやつ。この話したくなっちゃうやつ。おっと、追いついてきたぞ俺に。やばい。ちなみに俺あとね、2回言ってる、この間に。シンプルとか言ってた。言ってた。なんで。俺も気づいてた。なんで告発しない。俺もアピールとか言ってた。うん、うわ、言ってた。言ってた。うん、マジか、気づかなかった。再開。おお、ちな、早く来た今で。まあ、うん、昨日のせんちで、のせんち泊まった日、うん、翌日俺トイレ行ったじゃん、うん、あの時は早く来たの、その行く前に。若干ちびってた。余すことなく注入しろよ。出ねえよ、もう。出るよ、すべて。出るじゃん。ちょっと出るじゃん。絶対出る。
100出るからな、お前こっから。おーい、投げんな。言ってないかなと思って俺。言ってるよ。言ってねえよ。おめでいやー、怖っ。もう、ん何ラもう最後だからさ。ラ何いや、もう最後だから。ラ何もう終わり。ラから始まる。もうその話終わった。ラから始まる言葉。もうその話終わった。3、2、1。変わりました。絶対言いません。俺は、いや、いい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 、名前、名前。ない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 。ラから始まる言葉。落とさんよ、俺は。やだ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 、言わん、絶対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 言わん、これだけは言わんぞ。意地でも言わんぞ。意地でも言わんぞ。意地カッチカチ、別に、だから始まる日本語言えばいいのに。なんで？ないって。ないって。3、ない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 。1、ライオン。怖い怖い怖い。ガニやお前。どっちガチガチガチでやった今。ライオン大丈夫だよなーって思って1秒で思って言った。英語や。え、英語か。英語だよ。ライオン、ライオン、 RION。 ライオンは全世界共通でライオン。頭の病気や。